君がいなくなってしまったら例えば猫や芋虫になってしまったら メソメソと泣くよ でもそのうちツコのいネタにしてしまうかもねえだから今日はそういつもより長い電話をしようなんとなく君に後ろめたいから優しく君と友達になっていたら知ったふうな顔で助言してくれたなら僕は涼しい顔で利用するだけしてゴミ箱に捨てしまうねえだから今日は